えー、左の上に出てる数字は、えー、フレーム数ですね1秒間で何フレーム動いてるかっていうのが、えー、分かるようになってます、えー、俗に1秒間にビデオは30フレームありますから、えー、1秒間に30個の絵が表示できればビデオ並みの絵が出るということになるんですで今動かしているパソコンマッキントッシュは比較的最近のものですからスピードは速いマシンです、えー、これが最終的にこの形で動いたのが <coughs> 2年半ぐらい前なんですけれども3年ぐらい前かなええー、もっと少ない数字だったんですもっとカキカキしてましたええー、あと本格的なグラフィックデザイナーは入れてませんでしたのでええー、もちょっと汚いですがええー、この生き物が、まあ、こういう生き物だったんですね私があの作りたいものの原型っていうのはですね、えー、画面で動いてユーザーの方にパッと向いて喋ったらさぞや面白いしみんな驚くだろうな えー、いうふうに思ってはいたんですけれども関わってるプログラマーも含めて斎藤さんこんなの作って本当に面白いんですかねっていうのがですねいつも耐えませんでしたあんまり耐えないから、まあ、最後ドリームキャスト用に作ってる時にもですね、えー、広告代理店の人とかセガの方からもですねこれ面白いのかなって言われた時も慣れっこになっちゃって面白いんですよなんて言って適当に答えるようになっちゃったんですが。<laughs> えっとこのアイデアをです、ねあのー、初めて人に話したのは実はあのー、今日たまたまあの向こうの方に座っている私の家内でして、えー、こんな生物のソフトを作ったら面白いかななんて話したら、えー、それは非常に、ね、ゾクゾクするぐらい面白いから絶対やった方がいいわよっていうふうに、えー、言われまして、まあ、いつもあの最初にアイデアっていうのは一番近い人間に話すもんですから。 えー、その時に、まああに、のー、うちの家内が、それはつまんないわねって言われたらもしかしたらやってなかったかもしれないんですが、えー、ラッキーなことに、あのー、ポジティブな返事が返ってきたので、いずれ本格的にやろうとずっと思って作ってました、でこのプロタイプは実はアメリカで作ってたんです、アメリカのカリフォルニア州のバークレーというところがありまして。 えー、そこに小さいながらもですねちょうどその時はタワーというゲームがアメリカのパブリッシャーから出てましたから、アメリカでその関係で向こうで、じゃあちょっと拠点を小さいのを作ろうということで、動作拠点やるんだったらそこで地元の人と開発をやりたいなという,ふうに思ったの実はアメリカのプログラマーと、えー、ちょこちょこ作ってたのがこのうーんシーマンの原型で。実ははこれはあの <coughs> いくつものやりたいことがあったので一日ちょっとずつちょっとずつ成長していって足になるとか、えー、ちょっとずつちょっとずつ成長して違う生き物にするとか、まあ、これを 3D モーフィングって言うんですけど、えー、これも非常にやりたいということで実はあの今見ただけでは分かりませんけれども、えー、そういう、あのー、仕組みを取り入れてあるプロトタイプでありましてさらに言えばうん ゲームっていうのはなんか映画を見てるような感覚が最近強いですけど僕は非常にそれに反対でして映画っていうのはですね誰が見ても同じ絵しか出ませんけど僕は一人一人によって全部あの絵が変わるっていうか実際の現物がそうですけど例えばここにあるエビアンをですね僕が飲んだらこれだけ減る別の人が飲んだらまた違う形になる誰が飲んでも同じ形になるそういう映像はですねつまらないという考え方なので何が言いたいかというと この水槽の中に別の魚を一匹入れたり別の餌を入れたり別の石を置いたりこれをプラグイン構造と呼ぶんですけれども別のオブジェクトを入れた時にそれが画面の中に入って表示されるだけじゃなくて機能するそういう構造も作ってあるんですその機能を残念ながらコンシューマーマシンであるドリームキャストでは一部あのう諦めることになりましたけれどもまあそういう実験を繰り返しておりましたはいこれは結構です えーまあ、同じく時期を同じくしてです、ねえーまあ、プログラマーとかが周りにいるチームに斎、えー、藤が作りたいものっていうそのものはどんなものっていうようなスケッチをずっと書きためておりましたそれもあるのでちょっとお見せしますえー 図鑑という本がありましてあんまり皆さんの世代だと、えー、雑誌とかの方に興味がいってあんまり図鑑なんて読まないかもしれませんが、えー、実はそのテレビ番組でいうと「生命の世界」みたいな番組昔でいうとクスト隊長の海底旅行とかです、ね、いろいろそういうのがありましてですね、佐藤圭さんというナレーターの人がアフリカの土人は踊るなんていうのはですねナレーションとともによくやってたのを子供の頃によく見てました。 でそういう時にです、ね、生き物の生態をです、ね、あのこうずっとズームアップしてポリ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 草を食べてたりうんなんかそのう寄生したりです、ねえー、脱皮したりです、ね、なんかそういうい生き物が見せるあの時々グロテスクなそういう様子っていうのがすごく興味があってもちろんそれを見て気持ちいいと思わないんですがあの気持ち悪いと言ってもあんまり嫌いじゃない。 っっていう気持ちがずっとありましただから子どもの頃からそういう図鑑とかが好きでなるべく動くものが好きで、まあ、そういう時の気持ちからあのずっと書き殴ってたスケッチがあの次のものにもどんどん回しちゃってくださいここに書いてあるものなんですが、えー、これはあのシーマンの中では、えー、さっきの幼虫と言われてるものですしこれはまあ今のシーマンの原型にあたるものですが、えー、その時のスケッチです。 まあ英語で書いてあるのはアメリカのスタッフに見せるために書いてたので、えー、これはまさに今のトレードマークになっているものなんですけども、えーはい、こういうような生き物をです、ねえー、スケッチで書いて、まあ、アメリカ人も日本人も反応は一緒でぐえっていう感じなんですね、えー、スケッチを書いておりました。で まあ実際に、あのー、パソコンのマッキントッシュみたいなパソコンの上で作るのとそれ以外の例えばあドリームキャストみたいなこういう家庭用ゲームで作るのと実は予算がゼロが1個ぐらい違うんですねパソコンの方が安いっていう意味でだからパソコンでずっと作ってたんですが実はですねさっきのプロタイプ秒20フレームぐらいのプロタイプができた段階である壁にぶつかりましたそれは、えー、スピードがあ,ーあの生き物をもう少しディテーテルを描き込むとですね えー、もう限界だという 3D スピードの限界だったんですね、えー、でこれは旗と困ったことになりましてなぜかというと1匹しか表示できないということになりますと交尾ができないんですねで交尾ができないってことは卵も産まないし、あのー、ポケモンみたいに1人でポコなんていうふうに、えー、産んだりですねピカチュウみたいなそういうものには全然興味がなくてやっぱり交尾をしてそこから産卵をするみたいなところもやりたかったので うんどうしても 3D 性能が必要,になり必要だったしもっと欲を言えばさっき見せていたあの、うん、カクカクした生き物じゃなくてぬめぬめした生き物にしたいなっていうふうに思ったんですねでどうしようと思った時に選択肢は3つあったんです1番、えー、パソコンの性能が速くなるのを待つ、えー、ご存知パソコンというのは確実に毎年速くなってきますから時間が経てばそれは速くなるだろうこれを待つというのが1つでした2番目 3D の速いコンシューマー期に移る 今週末期っていうのはファミコンですとかプレイステーションですとかセガ・サターンにあたるものですけれどもえしかしこれは今までずっと避けてきて通ったことなのであまりやりたいことではありませんでしたそれはなぜかというとですね今週末期っていうのはアーケードゲームをプレイするために作られた機械であってあの僕らがよく作ってるシミュレーションのためには非常に不向きなんです例えばそれはどういうことかというと記憶できる あの容量と呼ばれているところがありますね記憶容量バックアップメモリーみたいなものですがこれが非常に小さいんですね64キロバイトだったり32キロバイトだったりですねところがうんこういう生き物が一人一人が作った通りに全部保管しようとすると相当容量を食うんですね細かいところまで保存しますからですから何面までクリアしたっていうしおりのようなものであれば3面までクリアしたこれすごい小さなデータなんですけども、うん、例えばビルを作っていくなんていうですね あのタワーっていうゲームはその時に作ってたのも今見れますか、えー、このタワーに至ってはですねパソコンだと大きい時だと1メガぐらい1メガバイトぐらいに、ねあのー、なっちゃうんですね、えー、そういうのを、あのー、セーブするには今週もあっていうのは非常に不向きなんです、えー、とちょっと音が出ないですけどこれがタワーというゲームです、えー、ビルを作ってその中にいろいろろな